レネ・モンテイン、より正確な発音的には、レネイ・モンテインは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、NPR のモーニングエディションの原始会社の一人。1948年、カリフォルニア州、オーシャンサイドに生まれる。父のバド・モンテインは、アメリカ海兵隊所属の職業軍人であったため、職業軍人の子供に共通して見られる。 父の不認知が変わるたびに各地を転々とする家庭環境で育った。1967年、カリフォルニア州、クーパティーノーの公立校、クーパティーノー高校を卒業。1973年、カリフォルニア大学バークレー校を卒業。好きな作家はマルセル・プルースト、そしてウィリアム・シェイクスピアだと答えている。モンテインは古い歴史と伝統を誇り、 トップランクの優秀な学生のみが入会できるファイベータカッパソサイティの会員でもあった。また、大学在学中からサンフランシスコのコミュニティラジオ局クップでニュースディレクターとして職業キャリアをスタートさせている。大学卒業後はパシフィックニュースサービスのリポーター兼編集者としてサンフランシスコに勤務。1 9八十年代に入り拠点をニューヨークに移し、 フリーのプロデューサー兼リポーターとして NPR とカナダ放送協会の仕事をするようになる。1987年 NPR の夕方の人気看板番組オールスイングズコンスイダードの月からカナワクの新司会者にロバートスイーゲルと共に任命される。それまでの司会者であったスーザン・スタンバーグとノアーダムスがそれぞれに新番組を担当し、 同番組の司会を公判後の公認として2年間同番組の司会者を務めた。ロバート・スイーゲルは2014年現在も同番組の司会者を続けている。1990年、南アフリカでネルソン・マンデラ釈放を取材し伝える。その後3年間、南アフリカからのリポートを続けた。1994年には南アシジ初の全人種参加選挙を取材。 それら7話取材の業績に対して、レネイ・モンテインを含む NPR の取材チームは、1995アルフレッドアイデュポンコロンビア大学賞のシルバーバトンを受賞した。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以降、2014年5月時点までに、レネイ・モンテインはアフガニスタンへの取材旅行を柔道観光し、アフガン各地で農民他の一般市民から、 ムッダー、選挙管理委員会職員、ハーミドカルザイ大統領、元オーロードの政治家、権利獲得のために戦う女性たち等、幅広く取材やインタビューを重ね、現地の人々の生活の様子を伝えている。2004年春から、スティーブ・インスキープと共に、NPR の朝の人気看板番,番組、モーニングエディションの司会者に任命される。はじめは、 それまで1979年の同番組開始時から長年司会者を務めてきたボブ・エドワーズの番組交番に伴う暫定の司会者としてその後インスキープと共に正式な司会者として任命された2005年春ヨハネ・パウロ2世の葬儀に際し世界各地から疑問客がバチカンを訪れた歴史的な一週間は現地での取材をしつつ現地から モーニングエディションの司会を行った。2007年5月、グリニッジ平均時の基準となる都市であるグリニッジを取材し、翌年の NPR の年間特集、クライメートコネクションズの先駆けとなるリポートを行った。2011年1月25日、オバマ大統領による一般教書演説前に開催された恒例のオフレコ昼食会に招待され出席した。 モーニングエディションの司会は大抵スティーブイン・スキープが東海岸ワシントン DC の NPR 本部からレネイ・モンテインが西海岸カルバーシティにある NPR ウエストから放送しているが取材等でアメリカ国内及び世界各地に出かけている場合は現地から生放送に参加しているレネイ・モンテインは数十年のキャリアの中で政治家や歌手、女優 作家等の著名人からアフガニスタンの姿勢の人々に至るまで幅広い話題についてこれまでに数千のインタビューを行っている受賞歴に関しては前日の1995アルフレッド・アイ・リュポンコロンビア大学賞以外にもアフガニスタイ関連の取材活動に対しアメリカ海外特派員クラブから表彰を受けたり全米国人ジャーナリスト協会から表彰を受けた 取材活動もある。その他、南カリフォルニア大学でのジャーナリズム関連の研究プログラムにフェローとして研究に従事したり、ニューヨーク大学の大学院ジャーナリズム専攻科での放送原稿執筆に関する教弁をとったり、といった経歴も持つ。ありがとうございます。